ごぼう餅ごぼう餅は、長崎県平戸市の郷土菓子。大島島または上白島とうるち米の粉から作った餅に、消しの実をまぶして作る。ごぼうという名称ながらごぼうは使われていない。なお、この項目では、江戸時代に存在したごぼうを原料とする揚げ菓子の一種で、ある同名のごぼう餅についても記す。平戸市では、16世紀に、中国の和光の項目。 ご法王を正しから製法を学んだと伝えられており、色と形がごぼうに似ていることから名付けられたという。かつては黒砂糖の実を使って細長く作り、シゲのブ流の茶席で切り分け教していたもので、平戸の町屋においても慶長時の贈答用に多く使われてきた。今日では、土産用としても広く製造販売用されていて、上白糖を使用した白いごぼう餅をはじめ、 よもぎを使ったものなど店によっていくつかの種類がある。現在平戸で作られているごぼう餅の原型は平戸藩松浦家で1845年に作られた百貨の図にある三照校だと考えられている。これはごぼうを使わず蒸すようになっており、現在の形にかなり近い。百四十三年に表された料理物語をはじめ江戸時代の様々な料理本には、 ごぼう餅の名があり、これは一般的な菓子であった。当時の製法では煮て柔らかくしたごぼうをすりおろし、米粉や砂糖と共にこねて生地とする。これを丸めて成形し、熱湯で茹でた後にごま油で揚げ、仕上げに煎じた砂糖や砂糖蜜に絡ませている。生地に卵を混ぜ、茹でずに揚げるものもあり、16世紀にポルトガルから伝わった南蛮菓子の 肥料図との関連も指摘されている。長崎旅ネット歴史、文化ごぼう持ち長崎県観光連盟。ありがとうございます。